新型コロナウイルスの感染拡大に伴って医療提供体制が逼迫しているとして、県医師会は4月以来となる医療危機的状況宣言を発表し、県民に感染症対策の徹底を改めて呼びかけました。今日午後3時、県医師会の佐藤和弘会長と仙台医師会の安藤健次郎会長は県庁で緊急の会見を開きました。県内ではこれまでの感染者の累計およそ1000人のうち8割が9月から11月に確認されていて、感染拡大が続いています。佐藤会長は今年4月以来となる医療危機的状況宣言を発表し、このままでは医療崩壊の恐れがあるとして、県民に基本的な感染症対策の徹底を改めて呼びかけました。例えば飲食店でマスクもせずに大きな声で話す人たち、マスクもつけず飲食を提供するお店の人、アルコール消毒も置いてないお店、3密や環境を考えないお店など、飲食店では一部でございますけれども、まだございます。やはりコロナに対して気が緩んでいるのではないかというふうに思います。また県内では入院患者の8割を60歳以上が占めています。仙台市医師会の安藤会長は、介護が必要な高齢者の感染が拡大し、医療従事者の負担が大きくなっていると訴えました。高齢者施設のクラスター、そういったものが大変な問題になっております。1人入院させると、その3人分の手間がかかると、そういう職場に関わる方々が一層注意をして、当たっていただくということを切に求めたいというふうに思います。